皆さんこんにちは。今日はですね、今から背中トレをやります。時間が1時11分 で今日は午前中パーソナルやって、で終わって今パッて買い物、電車乗って近場行って今戻ってきて、本当はそのままついでにエニタイムでトレーニングやろうと思ったんだけど、まあ、まだ仕事があるんでちょっと時間が、ギリギリだったんで、トレーニング終わったらしんのすけが来るんですよ。で明日ワールドレジェンドクラシックでしんのすけが出るので、最後のポージングチェックということでこのジムに来るので、それやってチェックしてまたパーソナルって感じです。そんな流れです。はい、まあ、今ねモンスター飲んだんだけどまだ眠くてプレワークアウトを飲みます。あんまりねこれは真似しない方がいいですね。僕は結構カフェインの耐性があってあんまり効かないんですよ。だからこんだけ飲めるんだけど、他の人が飲むとちょっと気持ち悪くなったりとか体調が悪くなるかもしれないんで。全然話変わるんだけど、今これ着てるトレーナーっていうかスウェットっていうの、動画じゃ伝わらないんだけどすごい着心地が良くて、 H&M で買ったんですけど 100% オーガニックコットン。 H&M にしてはしっかり生地がしていて、で僕裏肝嫌いなんですよ。裏肝は暑いし、中に着てる T シャツとかになんか繊維がついてあんまり好きじゃなくて、一番ほんと暑いから嫌なんですよ。動きやすい、硬いんだけど動きづらくなくて、ちょっとこう腕が太めで今風な形の作りで、丈はそんな長くなくて丈短めの横に太い感じで、値段が3999円だったんですけど、サイズは L です。L しかなかったんで L 買ったんだけど、まあ、ジャストですね。すごいいいんですよこれ。黒が好き、黒だとこういう金色のアクセサリーが入るんで好きです。はい、たまたま着ていたので紹介しました。よかったら買ってみてください。すごいね、気持ちいいですよ、動きやすい。じゃあ背中トレ行きましょう。レッツゴー。じゃあ今トレーニング終わって、今ねしんのすけが来たのでポージングチェックとコンビニ行ってトレ後のご飯買いました。楽しみ。こんにちは。ポージング練習します。どう、元気？意外と元気。でもカーブアップ例年みたいにやってないからね、なんか減量続けてるって感じ。もうカラーリング今日やってきたんでしょ。カラーリング昨日夜行って。あ、昨日やったんだ。いいね、その立ち方だな。いいわ、あれなんか
はい、じゃあ今帰ってきました。髪切ってそのままジム寄って有酸素、40分やりました。40分歩いて今帰ってきたって感じです。結局もうね、時間が8時51分、もう今日はずっと外にいましたね。はい、で全然今日食事食べられてないんですよね。髪切ってる時にプロテインバー食べて、でトレ後はコンビニで軽く買って食べたぐらいなんで、最後しっかり食べたいと思います。多分ね、今日カロリー足りてないっす。まあ、そういう時もある。今日のご飯はもうあらかじめ見えてる、作っておいた、これは鶏ハム的なやつ、はい、これ食べます。最近は本当にこれですね、これまとめて買って、まとめて作って食べる、はい、その時出して食べるって感じ。一番続けやすいです、僕は。これがグラム測んない、まあかなりタンパク質あるけど全部食べちゃいます。気になるな、ちょっとやっぱ測ります、切ってから。これ食べて、あとまあご飯も食べるんですけど、食べて多分寝る前プロテイン飲んで終わりかな、今日。映ってるよね。239g、まあ、言うてですね、タンパク質60ぐらいかな。まあ、今日はあれ足りてないからこれだけ食べてます。タンパク足りてないんで食べちゃいます。これとちょっと手洗う、米もちょっとあんまりお腹空いてないんだよね、正直。200以上食べたいな。とりあえず200食べます。なめたけ、あと海苔の佃煮、ご飯と、はい、こんな感じ。なんか餌みたいだけど、はい、ちゃんと食べます。今ね、まあ、編集してました。動画編集してて、今日撮った、今日撮った動画を編集していました。もう寝るんですけど、今日自由行ったんですよ。で、去年から気になっていたパーカーがあって、で今年も同じもの売ってて、どんなものか買ってみました。まあ自由なんであれなんですけど、まあ、すごい形とかこう触った質感が良くて、ただ今日の動画の前半でも言ったんですけど、あの裏肝みたいな感じが好きじゃなかったのでちょっと敬遠していたんですけど、まあ、あのずっとグレーのパーカーが欲しくて、まあね、ただいいやつ買うとね、まあ、チャンピオンとかそういうのでいいの買うと普通に1万円超えちゃうので、自由これ安いんで、でみんなに見せようと思って、はい、ちょうどいいなと思って買いました。これヘビーウェイトパーカー、ヘビーウェイト、ヘビーウェイトって書いてあります。これ XL 見えるかな、まあ、こんな感じです。ちょっと見づらいと、まあ、軽く紹介するだけなんで、はい、これ剥がしちゃいます。ヘビーウェイトビッグスウェットパーカーですね、グレー XL サイズ買いました。で値段が2490円、安い、安いです。高いんですよ、ちゃんとしたやつ買うと。こういう質感のパーカー良さげ。あ、僕 XL でいい感じですね。うん、いいんじゃないですか、普通にいいね、買ってよかったですね。形、このフードもね、こう立つんですよね、なんか分かります、こういう感じ、はい、ヘビーウェイトっていう割にはそこまでヘビーウェイトではないから普通に動きやすいですね。うん、いいんじゃないですか。まあ寒いからね、最近2490円だったら買って損はないと思います。普通のパーカー、こうオーバーサイズじゃない形だと肩がこうストンでなる、なんて言うんだろうな、カクカク長方形みたいになるのがすごい嫌なんですよ。だから僕はシルエット的にはこう、あのフィジークとは逆のこういうシルエット、ちょっと横長が好きなので、はい、この形はナイス、はい、っていう感じの動画です。今日はここで締めたいと思います。もう寝ます。明日8時ぐらいには向かうので、まあ、早めに寝て
まあ、準備したいと思います。というわけで今日もここまで見てくださってありがとうございます。明日大会の人頑張ってください。多分明日というかもう今日流れてるんで、今日大会の人頑張ってください。応援してます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。